お尻は上げない。はい、つみやき、こんにちは、大西です。今日は英会話初心者さんが早く初心者を抜けるために、自分が英語を話すときに語尾を上げないというお話をしたいと思います。語尾を上げないっていうのは、これは、肯定文の時ですね。つまり質問じゃない時ですね。なんでこんな話をするかっていうと、私は英会話初心者さん専門のスクールを11年やってるんですね。で、英会話初心者さんに共通して多い、特徴としてですね、文章を言った自分のことを話してるんだけど、最後の語尾が上がるんですよね。例えば、私は福岡出身ですって言いたいのに、I'm from 福岡とか、ね、博多に住んでます。I live in 博多とか。そんな感じでお尻が上げる傾向にあるんですよね。これは気持ちはわかります。合ってるかなっていうのを気持ちが思ってるから最後が上がっちゃうんだと思うんですよね。合ってるっていう意味で、はい。で、レッスンだったら、英会話のレッスンだったらそこは汲み取ってもらえますよね。でも、この語尾を上げるっていうのをやめた方がいいです。はい。じゃないと実際の英会話でもその癖が抜けないんですよね。で、これマインドの面ですごく重要なんです。要は結局ですね、合ってるかなっていうのがありながら話してる時にそうやって上がるわけですよね。で、だけど聞いてる方としてはもうそこは本番なんですよね。会話っていうのは常に本番じゃないですか。だからいちいち語尾が上がると全部質問になっちゃうわけですよね。日本語にすると面白いっていうか分かると思うんですよね。私福岡出身、いや知らんしって感じですよね、相手はね。私博多に住んでる、いや知らんしって感じですよね。ね、あなたの意見なので、あなたの意見は最後はちゃんと語尾は下がりましょうってことですね。それが最初は初心者さんは合ってるか分からなくて、ね、上がっちゃう気持ち、心理的なね、合ってるかの不安が語尾が上がってしまうのに出てしまうっていうのは分かるんですけど、だけどそこはね、あえてちゃんと話すときは自分の意見だから最後お尻ちゃんと下げて言うようにしましょうね。質問じゃないのでね。なので I'm from 福岡、間違っててもいいんです。間違ってても最後語尾ちゃんと下げましょう。自分の意見、ピリオドで終わるんだったら自分の意見だからちゃんと語尾を下げるってことですね。じゃないと、いつもですね、完成したって思わないと言えなくなるじゃないですか。そうするとね、語学って完成はないんです。なので、常にこう自分を開発中のまま、開発中のままコミュニケーションを取るのが語学なので、合ってるって、自分がよっしゃこれは合っているって思って出すっていう感じだったら一向にコミュニケーション取れないわけですよね。はい。なので語尾を常に上げていると、いつもこう上げる人になっちゃうんですよね。そしてその心理状況が出ちゃうんですよ、こと、声のトーンとかにね、合ってるかなっていうのがね。なので常にですね、いいんです。間違ってても使うときは、話すときはしっかり最後までね、言い切りましょうね。語尾はちゃんと下げるってことですね。質問じゃないんだったらね。で、これですね、実はもう簡単なことなんですけど、大事なことなんですよね。大したことじゃなさそうなんですけど、このマインドがずっと続いちゃうんですよ。なので使うときはとにかく今のベストで言い切っちゃうってことです。でね、言い切っていい理由なんですけど、間違っても言い切っていい理由なんですけど、英語って何でしたっけ？コミュニケーションの手段ですよね。相手が伝わらなかったら聞き返すから大丈夫です。ね。聞き返すから、分かんなかったら、こういうことって聞き返すから相手がいるんで、ね。一人で一発撮りのプレゼンテーションじゃないわけですよね。ね。ですよね。会話ってちゃんと相手がいるので、ね、心配しないで、相手のことを信頼しましょう。ね。相手のことを信頼してればいいんですよ、別に。分かんなかったら聞くので、全然大丈夫。はい。一人で頑張らなくて大丈夫です。だから、語尾を今もしね、あなたがレッスンとか受けてあって、こうちょっと上げちゃうとか、実際に話す時もドキドキしちゃって語尾をすぐ上げちゃうっていう感覚がもしあるんだったら、今すぐやめましょう。まずやめてみるだけで、あなたの英語が自信を持って聞こえます。ね、いつもこうね、I ate pasta とかって上げてたら、もうね、自信持って聞こえないので、会話がなんかね、ちぐはぐします。ね、質問にもなっちゃうし。
ね、パスタ食べた私、いや知らんしって感じですよね。はい、という感じなので、とにかく語尾を上げないようにするってことね。間違っててもいいので、とにかく今のベストで言い切ってね、最後はちゃんとピリオドだったらお尻は下がって自分の意見として言いましょうっていうことですね。これ初心者時代からすごい大事です。初心者だからこそ大事です。で、間違ってたとしてもいいんですよ。相手がコミュニケーションなんで、コミュニケーションって一発撮りじゃないんですよ、別にね。相手が分かんなかった、え、それ何とか聞きますね。で、このマインドを持っておかないとですね、いつも完成形じゃないと出せないことになるので、例えばですね、日本食とかを言うときに常に全部英語にしようとする発想になっちゃうんですよね。例えば、What did you eat for lunch? とか聞かれて、何食べたのランチにとか言ったら、I ate...親子丼ってなんて言うんですかみたいな感じになるじゃないですか。親子丼でいいからって感じなんですね。だって日本食やしって感じなんですよね。だって固有名詞やしって感じなんですよね。別に親子丼をその場で詳しく説明する必要ないと思うんですよね。でしょ、だって私たちの日本食じゃないですか。親子丼を相手に知ってもらうぐらいの勢いでいいじゃないですか、全然ね。だからなんか常にこう正解が頭にあって、この正解の枠の中に自分の英語を入れなきゃいけないって思う発想だと伸びがめちゃくちゃ遅いし楽しくないと思います。はい。で、これはですね、私が留学で英語を話せるようにならなかった最大の理由なんですね。はい。私は中学校高校の学校の英語はできたんです。だけど大学に入ってカナダの大学に8ヶ月留学したんですけど、それで私英語話せるようにならなかったんですね。もうびっくりなんですけど、もう今考えたら相当もったいないことしたって思うんですけれども、まあこれはね、良い教訓としてこうやって今生徒さんを教えるにあたって活かせればいいと思っているので、まあいいんですけれども、何かっていうと結局私は中学校高校の結局もうテストの丸バツの世界で生きてたから正解があると思ってたんですよ。で、正解があって、この正解を導き出せないと出せなかったわけですよね。だからでも会話って全くもってそんなことないわけですよ。何でもいいから、単語でもいいから、やっぱりコミュニケーション取ることで、そこでだんだん相手にも助けてもらいながら完成していくわけじゃないですか。その発想がですね、どうしてもね、持てなかったんですよね。やっぱり学校の英語で、やっぱりしかもね、学校の英語のテストは取れたので、やっぱり丸×っていう感じで捉えてたんですよ、思考が。そういう意識はなかったんだけど、思考法ってもう本当にやっぱりこう培ってきたものってすごいんですよね。なかなか取れないんですよね。うん、わかります。私も日本で育ってるのでなかなか取れないんですよ。それが取れなくて、だから覚えた単語とか熟語とか全くもって意味ないわけですよ。コミュニケーションとして使えなければ意味が全くないんですよ。はい、もうコミュニケーションの手段でしかないので、だから私は単語の意味は知ってても結局話し方、コミュニケーションの取り方、コミュニケーション力がなかったってことなんですよね。はい、それを話し方が知らなかったってこと。その話し方っていうのは間違えていいの、未完成なんですよ。常に語学って未完成のままでもちゃんと心を込めて言う以上なんですよね。そしたら相手にも助けてもらいながら、だんだんそれが完成してきたり膨らんできたりするっていう、この発想が全くなかったんですよね。うん、だから結局正解か不正解になんかこだわってたつもりないんだけど、実際の思考法はそうでした。だから完成してないから何て言っていいか分かんないと思ったんですよ。いや違う違う、全然違いますよね。今だったらそれが分かるんですけど、やっぱりね、もうどうしても日本でずっと教育を受けてきてそういう思考法だったので、それが出なかったんですよね。すごくもったいなかったので、でだから英会話初心者さんもですね、単語とか文法とかめっちゃ知ってても意味ないんですよ。結局話し方を知ってないと、話し方の方が大事ですよね。だから初心者の時代からね、お勉強はしていくんですよ。していくんだけれども、ね、もちろん文法とか基礎文法とか基礎単語とかはいりますよ。やっぱりいるんだけれども、だけど話すときは相手がいるんで、相手に助けてもらいながら会話って進んでいくわけですよね。だから正解は1個じゃないので、そしてあなたは自分のことを言うときは最後までちゃんと心を込めて言えばいいんですよ。ね、それだけのこと。だから語尾を上げない。これをちょっと今日からやってみてください。それだけでもあなたの英語、言った言葉が
血が通うようになります。語尾をいつも上げてると血が通ってないんですよね、それね。うん、自信なさげに聞こえるし、なんか自問自答になっちゃうしね、ちょっとウケるみたいなね感じになっちゃうので、とにかく初心者さんもいいんです、間違ってってか間違えないといけないんですよ。もうてか間違ってても間違いじゃないんですよ、それって別に。なんか相手が分かんなかったらまだ聞くんで、別に間違いとかないんですよね、そもそも。うん、だからとにかく話をまとめますと、結論、私が言いたいのは、英会話初心者さんに言いたいのは、ね、日頃のお勉強はやるんだけれども、ただ話すときは、ね、自分のお話っていうのは、最後ピリオドで終わる質問じゃないお話っていうのは、もうね、分かんない単語があっても、ね、最後までちゃんと言い切りましょうっていうこと。なんかこのなんか軸、マインドの軸っていうのは、すごくあなたの英語のこう伸びしろにつながってくるんですよ、ね、語尾は上げないということで、よろしくお願いいたします。はい、本日も何か気づきがございましたら、グッドのボタンをいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。バイ。